フィギュア初心者はまずはポッパレ。この動画を見るだけでポッパレとは何かを知ることができ、フィギュアについてちょっと詳しくなります。フィギュアの世界へようこそ。今日から YouTube を自身映画道を歩み続け早18年。あの日一つの決断をした。それは自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ準備はいいか監督。お前の底力見せてみろよ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、今回はですねポッパレについて紹介していきたいと思います。はい、まず見ていただきますとこちらでございます。こちらがですねポッパレシリーズになっております。五等分の目ね、中野一花、ちょっと見ていただきたいと思います。今回はですねこちらのポッパレというシリーズについて解説していきたいと思います。またこちらのですねフィギュアも軽く紹介していきたいと思います。まずはですね、やめい撮影始まるん、やめい。はい、というわけでですね、まずはこのポッパレ語る前にですね、先に説明しておきたいものがあります。ダン、スケールフィギュア。スケール、すなわち尺度という意味の言葉。つまりそのフィギュアのキャラが実在した場合の比率を表しております。デフォルメなしにそのままサイズを縮小したものを指します。例えば1/7、1/8、それくらい小さくしております。監督で言うと今この状態、監督はですね1/1フィギュアです。まあフィギュアじゃないけども1/1です。まあ監督をね8等分した中の大きさにすると1/何という、ここのパーセンテージを小さくしたものです。プライズ商品はですね1/7とか1/8が多いです。近ければ近いほど自然なフォルムとなっております。そんなわけでですね、大きければ大きいほど多くの技術と時間がかけられているため、商品の単価がかなり高くなっていきます。このチャンネルではですね、自分が心の底から一本の動画にしたいというものを厳選して撮っております。ビビッと感じるものがあればチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。はい、では早速本題に入ります。ポップアップパレードとはですね、思わず手に取ってしまいたくなるフィギュア初心者に優しい形を実現したお手頃なフィギュアシリーズです。ポップアップという飛び出す楽しそうなイメージ、幅広く充実したラインナップがポンポンとリリースされる、コレクションして並べていくとパレードみたいに楽しい、そんな思いが込められたポップアップパレード、略称はポッパレと言います。制作元はグッドスマイルカンパニー。2019年ブランド立ち上げ以降、メインドイルをはじめとした様々なフィギュアシリーズを出しております。今回紹介するポッパレはですね、価格、サイズ、発売までのスピード、3900円均一という比較的集めやすい価格帯、コレクション性において従来のスケールフィギュアではないスタイルを確立されたフィギュアシリーズとなっております。ポッパレにはですね、4つのおすすめポイントがあります。プライス、サイズ、スピード、コレクション。まず1個目、プライス、価格です。作り込まれた造形やグラデーション、キャラクターの魅力を引き出す、表現への追求はそのままで、ちょっと欲しい、いっぱい欲しいを念頭として考え出された、すべてが3900円となっております。ちなみにフィギュアを初めて買う人が手に取りやすいように増税後も価格がそのまま維持されております。2つ目、サイズ、全長17センチから18センチ、飾りやすいサイズです。生活環境に合わせたインテリアが可能となっております。通常のフィギュアサイズよりかはちょっと小さめに作られております。3つ目、スピード、予約から4ヶ月スピード納品されます。通常のフィギュアは約1年ぐらいかかります。その間にデコマスというですね、彩色見本を店頭で飾ったり、お客さんの受注意欲を高めるために通常はプロモーションがされます。ではなぜこのポッパレ1年ではなく4ヶ月という超短縮できるのか、それにはですね予約プロモーションが関連しております。ポップアップパレットではそういったプロモーションをカットしてそのままスピーディーにお届けする、そういったところに注力をされております。だからといってですね、その商品の実物は見ることはできないけども、この後紹介します。4つ目、コレクション、アニメ、ゲームに問わず様々なフィギュアが出ております。まあ、監督の大好きなフェイトだったり鬼滅の刃、大体ですね人気のアニメ作品はですね誰かしらフィギュアがされております。ゲーム作品やアニメ作品を中心としてフィギュア化されております。こちらなんですけども、初めてフィギュアを買おうとしています国内のライトユーザー向け、さらにですね一部のコアな海外ファン、そんな方に向けられた作品がポンポンと本当にたくさん出ております。はい、そして先ほど言いたかったところなんですが、フィギュアをお家で飾るイメージがつきやすいようなイメージカットだったり、通常の画像と別にイメージカットだったりがホームページにですね細かく数枚ですね写真が載せられております。それによって初心者はですねそのサイズ感だったりを知ることができるので、購入しやすい、手が伸ばしやすいフィギュアシリーズとなっております。
あとですね、中身が見やすいクリアケース、またですね、こちら監督個人的にこのまま飾ってもいいかと思います。とてもシンプルになっておりまして、状態なんですけども台座がつきまして、あとは本体となっております。でこのまま飾ってもいいですし、このねクリアケース本当に優秀です。こんなパッケージですね、この中に直接入れて飾ってもディスプレイとしてかなり綺麗に飾ります。こんな感じになっております。こちら見てください。もうこのままね飾っても全然ありだと思いませんか。これで並べるだけでいい見栄えになるかと思います。パッケージの中を外さないパターンだとこうなります。箱のままでもですね、ディスプレイケースとしても使える。このパッケージ徹底的にブラッシュアップされたポップアップパレード、かなりいいと思います。というわけでポップアップパレードを紹介させていただきました。フィギュアってね本当に奥が深いです。まずはね初心者、ちょっとねお金を出して買ってみようかなっていう方は、このポップアップパレード、自分の好きなアニメ作品だったりゲーム作品のフィギュア自宅に置いてみてはいかがでしょうか。というわけで、この監督ラボではですね、自分が大好きなアニメ系の動画をですね最近中心に出しております。他にもですね今後どんどん出していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。では監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。尺度という意味、尺度と、そしてその、作り込まれた造形や、作り込まれた造形やキャラクターへの魅力を表現する受注意欲をそそらせるために、でどうしようかな。オップアップパレードおすすめだ。よーし。